です。昨日キーワードで、かっけをポンとこうまな板の上に置いて、かなさんが何遍も首をひねりながら、かっけってそんなにひどかったんですか。ひどいどこじゃない。本当に江戸の米病ってひどいんだね。はい、とにかく江戸期から日本の都市部で蔓延した風土病がかっけであります。これはもう原因は食による風土病。これほど日本人を苦しませた病はないんでありますな。これものすごく単純でビタミン B1 不足、はい、ところがそれに気づかないがゆえにもう日本の都市部に蔓延したという。かっけってやっぱりだん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 体力がなくなって歩けなくなっちゃうんだね。うん、そのなんか体中が腫れたりで痩せ細って死んでいくわけでありますけども、日本人は白米を食べることが贅沢だという、おかずなしで、だから梅干し1個に飯とかね、そうするとこのかっけにかかる、その頃のこの病の呼び名は江戸患い、あるいは大阪腫れって呼ばれてたんです。腫れるという字、内身で体が腫れる、うん、はい、腫れるんでしょうね、かっけになると。この江戸患いなんかで足が下手ってきて動けなくなると、やっぱりもう使い物になんないから、勤め人だったらば田舎に帰しちゃうんだって。そしたら 2,3 ヶ月で元気になって戻ってくんだって。あ、田舎で麦飯食べるから。そうな、へ、うん、だからいわゆる江戸患いって言われたんだ。都市部でものすごく病人を増やしたというかっけという病、玄米には 100g 中 0.4mg の 0.4mg のビタミン B1 を含んでおります。それを精米ひたすら削っていきますと、白米には 0.002mm まで減少する方である。そうであります。だからビタミン B1 がもうなくなっちゃうんですな。これ明治期の話でありますが、これすごいんだ。明治期の兵隊さん一食あたり茶碗6杯なんだって。丼飯6杯食わしたんでしょうね。この6杯の飯に惹かれて軍隊に入る田舎の子が多かったというわけですよ。だから白いご飯を食べるというのがやっぱもう最高の贅沢だという、そういう食習慣だったんですね。ところがですね、この軍隊という組織において集団のかっけという病はもう本当に恐るべき病だそうであります。で、日清戦争でその病の恐ろしさが焼結暴れ回るわけでありますが、戦死者というのが、戦場での戦死者というのが1000人単位だったらしい。戦傷者、その傷が元で亡くなる人もいますから、その、数はですね、万近くまで増えるんでありますけども、この日清戦争の最中に、かっけの患者さん、4万8000人出た。で、うち死亡者が2000人ですから、2500人ですから、はい、戦死者よりかっけで死んだ人の方が多かった。なんと日露戦争では、かっけの患者軍隊内で25万人、死者3万人。かっけで？かっけで死んじゃう兵隊さんが。だから敵よりも恐ろしい敵が実はかっけであったっていう、はい、これはまたね、何かのいたずらでしょうかね。必死になってかっけの正体を調べるんですよ。伝染病であるとか、それからこのカビによる中毒であるとか、これが陸海軍で大喧嘩になるんです。で、不思議なことに海軍はかっけの患者数が少ないんですよ。なんで？あのね、パンだったらしいんですよ。お米じゃなくて、船で乗っかって戦わなきゃいけないから、いちいち炊飯やってると危険もあって、朝食パンというイギリス風なんですよ、食生活が。はい、だからものすごくかっけの患者数が少ないんですけども、陸軍は徹底した白飯主義なんですよ。ほんでものすごい勢いで陸軍の方が
脚気患者が増えるんです。海軍を見習えと陸軍をせつくんですけども、陸軍の軍医さんが絶対認めなかった。その海軍の飯を否定した陸軍の軍医さんが森さんなんですよ。あの後に小説家になられた森鴎外ってね、陸軍の軍医さんだった。この人が大反対して、この人権威だったからドイツまで勉強に行ってるような。ほんでこの人の言うことを聞いて死者が増えたというね。森さんもだからちょっとやっぱ罪作りな人ですよね。うん十万人が脚気で死んでいって、やっと1934年、昭和9年になって佐伯忠さんと鈴木梅太郎さん、この方がビタミン B1 不足によると断定して、やっと脚気の正体が分かったんですが、はい、これでもまだ脚気が収まらないんですよね。この続きまた明日のまな板の